今起こったありのままのことを話すぜ。ある日俺はなめろうを作っていた。そしたらなぜかこいつが餃子の具に見えてきて、そして急に餃子を食いたくなった。とりあえず一度時を戻そう。よし、今日のブツはこいつら。薬味、アジときたらなめろうを作ろう、なんつってな。よし、まずはアジからさばいていく。まずは包丁の裏で鱗をこそぎ落とす。鱗が飛び散るのが嫌な場合は流水に当てながらやるといい。後ほど皮を引くときにゼイゴはついてたままの方がやりやすいと思うんで、俺の場合はゼイゴは落とさない。鱗はついたままだと後々まな板にくっついてめんどいんで、取っておくことをおすすめする。次は頭を切り落とす。胸びれと腹びれ、これらの後ろを一直線で結んだラインで一刀両断。次は内臓を取り出す。このちょっと黄色いところがアジノは肛門。こっから切腹。そして腹綿を引きずり出す。そしてさらにその奥に臭みの原因となる血合い、血の塊があるんで、こいつを洗い流しやすいように軽く切れ込みを入れておく。2匹とも処理したら汚れた包丁とまな板はよく洗う。そしてアジは流水で内臓をきれいにする。指でゴリゴリして奥の血合いも流し落とす。手に匂いがつくのが嫌なやつは使い捨ての歯ブラシなんかで磨くといい。洗い終わったらキッチンペーパーで水気をよく拭き取る。水分が残っていると痛みの原因になるんで、中までしっかり拭き取っておこうね。そしたらこいつを3枚おろしにしていく。最初は薄く皮1枚を切るイメージで、背骨の上に切れ込みを入れる。そして2頭目でガイドラインに沿って中心の骨に達するまで深く刃を入れる。反対側も同様に薄くガイドラインを入れて、ガイドラインに刃を当てたらクッと包丁の角度を変える。そしてそのまま骨を感じながら引き切る。そしたら切れ込みから包丁をブスッと刺して、そのまま包丁を頭の方まで滑らして骨から身を引き剥がす。骨の形上この辺でちょっと引っかかるんで、そしたら包丁の刃を少し上に傾けて滑らせる。そしたら反対側も同様に、基本は腹、背、背、腹の順番でさばいていくが、特に厳密に順番にこだわる必要はない。自分のやりやすいようにやるといい。アジはさばきやすい魚やし、通年スーパーで売ってて安いんで、魚をさばく練習にはもってこいや。ちなみに魚をさばけると女にモテるという都市伝説があるが、俺の経験上そんなことは全くない。おろした身はこの辺に腹骨がついてるんで、ここを薄く削ぎ取る。魚の美味しい部分なんで、なるべく薄くや。そしたら皮を引いていこう。おろした身はこの辺がちょっと剥がれて取っかかりができてるんで、ここを持って軽くペリペリ剥がしてあげて、ひっくり返し皮と身の間に包丁を滑らせる。包丁の裏面を使ってこそぎ落とす。包丁はその場から動かさず、ぴったりそこにつけたまま左手で皮を引っ張るイメージ。この時包丁を軽く上下に小刻みに震わせながらやるとやりやすい。この辺まで来たらもう簡単。ひっくり返して手で引っ張ってやれば皮は剥がせる。アジの皮は包丁で剥がすパターンもあれば手で剥がすこともできる。慣れると包丁の方が早いが、ちょっと難しいんで、後ほどさばくもう一匹のアジは手で簡単に皮を剥がす方法を紹介する。皮を剥いだら中骨を取る。身を触ればこの辺に骨が入ってることがわかるはずだ。こいつを一個一個骨抜きで抜いてやる。この側面にも大きめの骨があるんで、こいつも忘れないように。もっと手っ取り早いやり方は、骨の横ギリギリから真っ二つにし、骨がある部分ごと切り取る。どうせ後からバラすんで、このやり方が手っ取り早くておすすめだ。2匹目、こっちはちょっと違うやり方でさばきます。まずは先ほどと同じように背と腹に切れ込みを入れる。でさっきはここから下ろしたが、今回はその前にこの段階で皮を剥いじまう。
背中側の切れ込みを入れた部分に取っかかりがあるんで、そこをつまみ少しずつ剥がしていく。注意点として、お腹側の身は柔らかく皮に引っつきやすいんで、間に親指を滑らせながら慎重に剥いていく。この状態まで来たら、あとは引っ張ってやれば簡単に剥がせる。皮を剥いだら、あとは先ほどと同じように背骨と身を引き剥がし下ろしていく。反対側も同様に。このように手で皮を剥ぐ場合は、骨に身がついたままの状態の方が安定して引きやすい。両面を下ろしたら、あとは先ほどと同じように腹骨をすき、中骨を切り取る。よし、これにてアジの三枚おろし完了。よし、じゃあさっきさばいたアジを並べて適当にぶつ切りにする。アジを細かくしたら、お次は薬味や。長ネギは縦に切れ込みを入れてみじん切り。大葉は食感が悪い芯の部分を取り除き、こいつも粗みじん。そしてみょうが、縦に4等分したら端から切り刻んでいく。そして生姜、適当に輪切りにした後、適当に千切りして、適当に粗みじん。刻んだ薬味と味を合わせたら、細かくなるまでひたすらに叩く。二刀流。震えるぞ包丁、刻むぞなめろうのビート、ミンチにしてやったぜ。あれ、なんかこれ餃子の具に見えるな。やべ、急に餃子食いたくなってきた。そうだ、餃子にしちゃえばいいんだ。皮に使うのはこいつや。ライスペーパー、生春巻きとかに使われるやつ。最近では大概のスーパーに売っている。ベーシックななめろうは味噌大さじ1ほどに醤油小さじ1くらいで味付けするが、今回は生春巻きっぽくエスニック風な味付けにしちゃおう。味噌を少し減らし、餃子といえば白菜。キムチで辛みとパンチを加える。キムチの代わりにコチュジャンを足しても良さそうだ。水っぽくなるんで水分は軽く絞る。キムチは白い芯の部分を使うと、シャキシャキとした食感のコントラストが楽しめる。こいつを他の具材と同じぐらい細かく刻む。そして醤油の代わりに使うのはこいつ、ナンプラー。魚から作られる醤油なんできっと合うだろう。ちょっと癖はあるが、こいつを使うだけで簡単にエスニックな味になる。さらにごま油でコクと風味を追加。そしてなめろうと合わせる前に一旦別で味噌を溶く。いきなりなめろうと合わせると味噌がダマになるんで、調味料だけ別で混ぜ合わせた方が最終的に混ざりやすい。味噌がある程度溶けたら、具材と合わせてよく混ぜる。ここで必ず味見。ちょっと薄かったんで調味料を足す。というか、なめろうは味が濃すぎると取り返しがつかないんで、最初はちょっと薄めに味付けして、後から調整する方がうまくいくだろう。よし、餡の完成や。よし、完成した餡をライスペーパーで巻いていこう。フライパンなんかに水を張って、ライスペーパーをさっと水にくぐらせる。つけすぎるとふにゃふにゃになるんで、さっとでいい。ちょっと餃子にしては大きすぎるんで、半分にカット。そして餡をのせたら、適当に餃子っぽく巻いていく。ライスペーパーは最初皮が硬いが、ぼーっとしてるとすぐふにゃふにゃになってくっつきまくるんで、素早く巻くといい。なんとなく餃子っぽい形になれば OK。ライスペーパーはふやけるとマジでめちゃくちゃくっつくんで、適当に巻いてもそれっぽい感じになります。この調子で次から次に巻いていく。
巻き終わった。あとはカットレモンを添えてやれば完成や。なめろう生餃子。なめろうといえばつけだれはお酢、そして魚に合うホワイトペッパー、そしてビール。いただきます。またとんでもないものを生み出してしまった。皮はもっちもち、中に潜むさばきたての味はプリプリ。噛めば噛むほどエスニックな旨味の爆弾が口の中で弾ける。ビールとの相性も最高だ。酒が進む進む。これを出してくれる居酒屋があったら迷いなく通い続けるだろう。ちなみに今日はアジを餃子にしてみたが、なめろうをハンバーグのようにして焼くさんが焼きという料理もある。こっちもうまいのでぜひ試してほしい。思わず勝利のガッツポーズが出ちまった。レモンだけでいくとよりエスニックになるね。なんか言うとりますが、レモンを振りかけるとよりエスニックな味わいになるそうです。中の大葉をパクチーなんかに変えてやればよりアジアンテイストになるだろう。ちなみにパクチーは唯一俺が苦手とする敵対組織なんで、当チャンネルで今後出てくることはありません。秒で完食。幸せ。